アメリカ空軍特殊作戦学校は、アメリカ空軍の組織、空軍特殊作戦コマンド参加の組織であり、特殊部隊員及び特殊作戦機上員の育成、訓練を目的としている。統合特殊作戦大学も同所にあり、訓練の連携をとっているほか、陸軍、海軍の特殊部隊育成機関とも協力している。ベトナム戦争が激化すると、 戦闘捜索救難をはじめとして特殊作戦の必要が生じ、アメリカ空軍においても特殊部隊の育成、強化が図られることとなっていた。前身となるアメリカ空軍特殊航空作戦学校は1967年4月に特殊航空戦闘センターの参加にエグリン空軍基地に開設された。これは1968年にハルバート飛行場に移動。 アメリカ空軍特殊作戦学校に改編された。学校は40名の士官をはじめとして、陸海軍及び文民スタッフにより構成されている。ありがとうございます。